自分のみが見えて人のことが皆目わからない連中にも困ったものだ。こうした連中に限ってきついガリガリで人への迷惑などは一向お構いなしなのだ。だから自分で苦労してみなければ人のことはわからないというのだ。上もわかり下もわからねばならない。要するに何事でも体験してみなければわかるものではない。これ以外に学問はない。